おしゃれが私にくれるもの、上がるテンション、プラスのエナジー。おしゃれが私にくれるもの、幸せの予感、知り合いのいないパーティーに飛び込む勇気、ふわふわ飛んでカラフルな気持ち、お花屋さんがくれるおまけのスイートピー。宝石箱を開ける瞬間、知らずに浮かぶ笑顔、キラキラ輝く命のビタミン、どこまでも飛んでけ幸せのタンポポ。おしゃれはいつも私に初めてをくれる。100回生まれ変わったって、私は100回とも女になりたい。洗わないの？ちっか、1回つけただけじゃ洗わないってことです。普通そうでしょ。いや普通じゃないと思うよ。だってそんな汗かかないし新陳代謝悪いんじゃないの？悪くないねえブラって冬は毎日洗わないよね何の話してんのあんた高いのはね、肩崩れするし。私お風呂入った時手洗いしてタオルドライするよ。なんでそんな誰に見せるの？身だしなみでしょまた新しい服。もうこんなの一生巡り合えないたち4人が初めて揃ったのはホットヨガのスタジオ。それからフラにビーズアクセサリーと通い散らし、今はパン教室を満喫中。聖子さん34歳、大学のゼミの先輩。最近は仕事が忙しくて上から下までマネキン買い。陽子さん同じく34歳、恋も男もめんどくさいモード。おしゃれはサボり気味だし。たかこさん36歳、恋人は一人息子のゆうへいくん。優先順位は自分のブラウスより彼の靴下って感じ。じゃあ改めてゆきこの誕生日に、それと高子さんの営業職復帰に、ありがとう。聖子さんの管理職昇進に、ありがとう。なんかあるでしょ。先週の柏記念に乾杯ねえ、彼氏に何もらうか決めた？彼氏できたの？ジオ大学時代からかれこれ10年密かにユキコ好きだったらしい。酔った勢いで行っちゃったんだよね。告られたその日にホテル。酔った勢いですかね、やっぱり。いや、向こうは本気でしょ。あんたはどうなのよ。好きなんですけど、でもなんか友達時代が長すぎて実感が。まあ29にもなればね。29か。何ですか？それ一つ聞いていい？今日のテーマはレトロガールとゆるふわじゃなくて、いつまで続けるつもり？それ
いつ言おうかいつ言おうかと思ってたけど、今日言っちゃうの？何ですか？29歳は若くなくもないけど若くもない。いや、似合わなくもなくもないのよ。どっち？痛くなりつつある。心を鬼にしましたね、東京のお母さん。潮時ってあると思わない？ガールにも。私を育てたのは白とピンクとレースとリボン。母はいつも私に言った。ゆき子、女の子はみんな、いつもいくつになってもお姫様。夢や霞は神様から女の子への贈り物よ。ほら、可愛くてキラキラしたものって元気が出るでしょ。そう、おしゃれは女子が手にした生きる力。ねえ、これ偉そうすぎ？威圧的かな。そのために買ったんでしょ？どうしよう、迷ってきた。ねえ、ヒロ君どっち？変わらないと思うけど。電話だよ。分かったよ。グリーンピースもちゃんと食べなさい。もしもし、おはようございます、平井です。今日からよろしくお願いいたします。はい、8時には戻りますので。パパ、優しい子だと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。どうも。みんな、今日からうちに来た新人の和田だ。和田慎太郎です。よろしくお願いいたします。なんだみんな、どうした？俺、あの有奈美がお前の指導担当だから。お前、広告代理店に入って何年だっけ？どこまでも飛んでて幸せのタンポポって。何？これお前の日記？違いますよ。婦人服売り場の反則レポートを書けって言ったよな。だから上司とおしゃれの関係を。お前が100回生まれ変わるとか変わらないとかどうでもいいだろ。もういいです、返してください。ま、やってみっか。え？知ってるだろ、営業の三山。女子企画。桜田百貨店の婦人服フローの新装イベント、営業のお店と一緒にやるって。やったじゃん。やったありがとう。ありがとう。かきがわさん、三山さん。そのワンピ
ューで可愛いドットのワンピ見つけちゃったの。どうしよう。マルツ、あ、ねえ、マイワイしようよ。ちえちゃんも一緒にね。ん？武田です。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 この度三課課長を拝命し、皆さんと一緒に仕事をすることになりました。どうぞよろしくお願いします。三課は社内で一番平均年齢が若い部署になります。なので前例をぶち壊しチャレンジしていきましょう。課長。はい。私、社内企画書は無駄だと思うんですけど。内容はクライアント用と同じだし意味ないです。じゃあ検討しましょう。ありがとう北村さん。ちなみに私も若い頃には。もういいですか。お、出ました。打ち合わせ行くぞ。ちょっと。今井です。前例はぶち壊すんでしょ。まずはくだらない挨拶からやめたらどうですか。くだらない挨拶ですいませんね。ヒロ君だったらやだ。年下の女上司ムカつく。別に。だよね。ケツの穴の小さいやつだ。いいよねヒロ君とこはアットホームで。聖子のとこと違って小さいからうちは。壁に吸音ボードつけていいかな。結局オーディオって電源と基本なんだよね。そんなのいちいち聞かないで好きにすればいいじゃん。だって聖子が買った家だし。あ、またアースはこっちだって言ってるのに。It's been 6 long days since I saw you, baby. I've been counting for hours, minutes, seconds until you're back in my arms again. ピアラがディスコだよね。でもクラブにしてよ。いいじゃん。ユキコはおみつみたいになりたい。38歳独身。仕事はできるらしいけど痛い女。いい人だよ。先週部長が食事会したんだって。若い子の流行りを知りたいとか言って。私たち誘われなかったよね。ラグビー部の応援にも駆り出されなくなったし、結局会社はおじさんと若い女の子で回ってんの。私たちまだまだ全然 OK だよ。あんたはね、今だけだよ。30過ぎると早いらしいよ。痛くなってからじゃ遅いし。これは？抜かれるって言ってたじゃん。考えちゃったんだよね。かっこ悪いくせに俺様で出世しそうにないけど、現実問題ここら辺かなって。あんたはどうすんの？そろそろ決めた方がいいよ、自分の人生。52 53 54 55
教えてここに置いておきますね。と卵の賞味期限が明日なので朝使ってください。はい。学童クラブからの連絡帳置いておきます。お願いします。ありがとうございました。聖子のために言ってくれたのかもな。ケツの穴の小さい部下、聖子の方から信頼してあげれば変わるかもよ。先方からプロジェクトマネジメントまで含めた業務を依頼されてます。投資家と地元の調整が重要になってきますね。この先の調整役、今井さんお願いできますか？俺ですか？重要案件なので今井さんは慣れてらっしゃるし、北村さんと二人でお願いできますか？これやりたかったんです私。ええ、いいですよ。じゃあ報告は随時ということで、先方の上の方が出てきたら私も同席させてもらいますが、基本任せます。課長が出るまでもありませんよ。じゃあお任せします。以上のことから働く女性を中心にトークショーを催したいと考えています。20代30代のお客様を獲得すべく、今の若い女性に一番発信力のある方々におしゃれについて熱く語っていただき、足を止めたお客様の心を一気にわしづかんでしまうという。この人知ってる？さあ、タレントは呼べないの？あ、新しいフロアのイメージを考えると知名度よりも最先端のキャリアを持った方の方が。ダメよマキマキ、百貨店の部長さんならもっとアンテナ張っておかないと。マキマキ、この写真家さんはね、世界のファッション誌で活躍しているし、皆さん女性誌ではセレブの方々よ。そうなの？そうだよ。うん、こっちは全然知らないからさ。マキマキ。マキマキ。ほら。ほら。ほら。参ったな。あ、そう。では出演者はリストの通りで。部長。先月生活用品フロアで同様の催しをしましたが、見込みの半分もお客様が集まらなくて問題になりました。そうだったね。ああ、それはちょっとまずいぞ。まずいですね。うん、まずいな。知名度が低すぎるのは危険だと思いますが。来年の予算が削られるぞ。削られますよ。な、それはまずいな。削られるな。それはまずいな。トークショーのゲストさんを女性誌の特集と連動していくことも考えられると思うんですよね。だとしたら、なるべく知的で手垢のついていない人の方がいいと思うんですけど、滝川の狙いもそこなんですねえ。そうなの？そうだよ。それはいいかもしれないね。いいですね。いいね、それはいいね。でも安西さんのご指摘もごもっともですよね。マキマキ、ん？もう一つ目玉企画を考えます、安西さんと一緒にね。そうしてくれる？ああ、あとは女性の感性に任せるから。よろしく安西さん。こちらこそ。じゃあそういうことで。そういうことで。マキマキ、新しい営業企画さん紹介して。ああ、いいけどね、それ俺より仕事できないで。代理店さんは随分服装が自由なんですね。まあ三山さんぐらい優秀ならどんな服装でも許されるんでしょうけど、とりあえず企画お待ちしてます。嫌味か？嫌味だな。Et on dévore la vie.
érotique. On adore l'eurocégique. Toutes les dentelles et les froufrous. On veut rester des ados. C'est tellement plus rigolo. On vit au jour le jour. On rêve d'amour. On est des filles. On aime se balader. On aime se prélasser. La vie est cool. ここにあるサンプルは全部覚えなさい。私たち営業には記憶、想像、行動の3つが必要とされて、取引先にも。これ知ってます。僕好きです。使いやすいですよね。そうね。やっぱり酔った勢いで告ったでしょ。ん？ここ先週も来たよね。来たね。その前も来たよね。てかあんたとご飯食べると大概ここだよね。いやーびっくりだよね。そうちゃんとゆきちゃんが付き合うなんてな。やめました付き合うの。またまた。はいこれお祝いにサービス。おお、このナポリタンがまた。ここうまいってお前いつも言ってたじゃん。言ったら一生デートはここなわけ？他に知らないし。みんな知らないけど調べるの。お前調べたらそこ行ったのに。なんで私が調べんの？バカじゃないの？何怒ってんの？見て今日の私。寒くない？おしゃれしてんのバカ。今日は初デートだから、今日は誕生日だから、てっきり特別かと思って。そうだマスター、これいっぱいになったよ。スタンプを使うな。怒るなって。俺だってちゃんと考えてるんだから。あ、すいません、すいません。いいよ。え？プレゼント鍋？焦がしちゃったって言ってたじゃん。言ったけど、なんで鍋？いやー、やっぱりドイツ製は違うよな。ほら、いくら圧力がかかっても勝手に開かない安全装置付きだし。それにさ、圧力鍋ってステンレス製が多いけど、これはガラスセラミック融合被膜だから、表面がツルツルで焦げ付きだって簡単に落とせんだよ。昔からそうなんですよ。人が失恋して食欲ないのに目の前でカレーうどん食うし、タイタニック見て泣いてんのに、ディカプリオのあの死に方は法医学的にありえねえとか言い出すし。男なんて結婚したらもっと現実にしか興味なくなるよ。聖子さんはなんで結婚したんですか？その質問、面白い答えが返ってきたことはない。何したいの結婚？そりゃでもやっぱ逃げ道にするのは違うと思うんですよね。もっとこう運命っていうか夢っていうか。私も30になるときはジタバタしたけど、今は結婚するメリットが思い浮かばない。あんた爪は？あ！ない。あれ？ちょっとどこやったの？本当にやめちゃったね。そりゃやめるよ。1時間1800円だもん。シッターさん8時過ぎたら割り増しだって。ただいま。おかえりなさい。ゆうへいくんは運動が苦手のようです。特に鉄棒が嫌いで、
逆上がりができません。ねえゆうくん、今日さクラブで何して遊んだの？すごい、キューとか。鉄棒は？あーぷこー、お尻は嫌い。逆上がり嫌い。ね、できるようになればさ、好きになるよ。いいもんできなくて。なんだって？お母さん目笑ってる。いいのいいの。今はゆうくんの鉄棒の話でしょ？ねえゆうくん、お母さんとさ、逆上がり練習しようか。できるの？お母さん。できるできる。お母さんは何だってできるんだから。はい。あ。はい。あ。何してんだ。鉄棒に戯れるパンダの真似とか。戯れてないよ。パンダじゃないし。ストレスか。違う。逆上がり。息子にね、ちょっと教えたくて。おお。どれ。もう一回やってみな。え？見ててやっから。もう一回やってみな。はい。おお、いいじゃん。え？あね、腕が伸びちゃってるから腕をグッと曲げて、で脇を締める。そう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 。で自分のへそを見るような気持ちで。へそ？うん。今井さん、アートホールの件、進捗状況教えてもらえますか？任せるって話でしたよね。細かいこと報告してたらキリがないですよ。いや、でも荒っぽい連中も相手にしますからね。女が出ると舐められるんですよ。課長は接待でもしててくださいよ。あ、上原。はい。関島建設の件どうなった？ああ、先方からの連絡待ちです。ガンガン行けよ、俺がケツ持ってるって言ってたろ。ありがとうございます、うまい？なんかあったのか？いえ、どういう人なのかなって。仕事もできるし、年上だし、なんで今井さんを差し置いて私が課長になったのかなって。ここだけの話だぞ。あいつは島崎さんの系列だ。え、島崎さんって大阪支社の？あいつは昔からの子飼いだ。俺たちは勝手にいじれない。それってバカバカしくないですか？言うな。人事は複雑なんだよ。うまくやってるか？やってます。立ててやれよ。お前怒ると杓子定規になっちまうだろう。人によったらな、カチンとくるやつだっているんだからな。私が悪いんですか？いや、実るほど神戸を垂れる稲穂かなって。
日はどうもありがとうございました。思いついたイベントの目玉企画。その女が問題なんでしょ。接待して期限取っていろいろ聞き出しちゃえば。接待？そんな汚い手。はい、お願いします。はい、ぜひ一度お食事でも。接待？接待なんてとんでもない。女子会って感じで。落ちたもんだぜ。どうだ、和田は。セクハラすんなよ。今の発言がセクハラです。まあお前たちじゃ年が違うし心配ないか。それもセクハラです。入ってくださいよ。北海道出身なんですよね。スノボだけじゃなくて夏はテニスもするんです。仕事中、サークル会員は後。和田はモテモテだな。彼女が知ったら焼くぞ。大丈夫です、今そういうのいませんから。なんだこの空気は。はいはい、お父さんお茶飲む？ ありがとう。何よ。別に。はい、お母様ちょうだい。ありがとう。誰が結婚するの？緑のあれが正式に決まったもんだから。無式場を早めに抑えないとあれだって言うからね。隠さないでよ、家族でしょ。そうよね。そうだ、陽子もあの見合いの相手、今からじゃ間に合わないかしらね。そんな昔の話、先方はもう40超えてるんだぞ。そう？今なら陽子にちょうどいいんじゃない。母さん、相手ぐらい自分で探します。今度この地区の担当になりました新人の和田です。和田慎太郎と申します、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします、新人の和田です。和田慎太郎です、よろしくお願いします。新人の和田です。私の彼氏です。彼氏の和田慎太郎です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。和田慎太郎です。今度結婚することになりました。今まで本当に長い間お世話になりました。ふつつかものですが。娘、よろしくお願いします。幸せに。なんだ今。これ知ってますよね。これってめっちゃ、あ、これ長持ちするやつですよね。そうですよね。慎太郎を恐るべし。
疲れてるみたいね。順調？課長、私は今井さんのアシスタントですか？今井さん、ちょっといいですか？まだ無理ですよ、でかい仕事は。そんなことはないと思う。勉強させてやりたいんですよ。無駄が多くてしょうがない。何かっていうと、現地住民の意見がああだこうだと御託を並べる。そうかな。建築家の選定やコンセプトについては彼女のプランが適切だと思いました。やる気もあるし。そんなものより大切なことがあるんですよ。コストとか納期とか優先順位があるんだから。うまくいかなきゃこっちが尻拭いだし、管理する立場ならそれぐらい考えてくれよな。だから女は使えねえんだよ。女は関係ないでしょ。お前の頭の中どんだけ古いんだよ。男が勝手に派閥ごっこしてるだけなのに。女は女房と部下とホステスしか知らないのか。懐かない女はひたすら無視して。この間なんてね、出張にワイシャツ忘れて東京駅まで奥さんに届けさせたんだから。コンビニで買えよ。お前は殿様か。わかりました。イベントに必要なものが。夢です。誕生日もイベントも夢がなくちゃ台無しです。お誕生日、お客様にワクワクしていただくために直接イベントに参加してもらうのはどうでしょうか。イベントの目玉としてファッションショーをするんです。お客様からモデルを募集して、お客様自身におしゃれを楽しんでいただくんです。モデル募集は雑誌の読者モデルを募集するように、ビジュアルはこんな感じで。モデルはプロを手配してください。え？お客様から募集したという体にしてプロのモデルに頼みましょう。でもそれじゃ意味が。素人モデルじゃ服が映えません。商品が台無しです。でもお客様が楽しんでくださればきっと服の良さだって、ほら女子のお祭りって感じでパーッと。ターゲットは40代までの大人の女性です。年齢は関係あるんでしょうか。いくつになっても女性はおしゃれをして夢を持って。どうぞあなたはそうしてください。いやだ、お食事冷めますよ。百貨店は今生き残りのために必死で知恵を絞ってます。サークルのノリじゃ困るんです。もちろんです。ですから女子のための女子企画を。その女子という言葉嫌いです。やめていただけませんか。ほらお豆腐とお粥が合うのよ。はい。30になっても40になっても女子という言葉で自分をごまかし、未熟なままで許されるつもりでいる。そういう考え方どうかと思いますけど。滝川さん、私と安西さん二次会行くからあとよろしくね。はいはいはい。嫌い？私たちみたいなタイプ。キャラ変わってますけど。変えてみたの。さっきのあなたも驚いたわ。飲んで。嫌いなら嫌いでいいのよ。仕事に好きも嫌いもありませんから。正直になればいいのに。つまんない女になるわよ。大嫌いです。いくつになっても外側にうつつを抜かし、おしゃれ大好き女子とか言い切れる得体の知れない明るさが気持ち悪いです。お酒弱かったんだ。女が全員
自分に自信を持ってるわけじゃないんです。自信なんてみんなないわよ。背伸びするのが女じゃない？デパートでも想定した世代より年上の人たちが買っていくでしょ。30代は20代向け、40代は30代向け。これは10代向けですね。やだもう安西さんの意地悪。うん。何やらかした。桜田百貨店行ったらさ、担当変えた方がいいかもって忠告されたぞ。とりあえずこの案件から外れろ。今は何も言うな。神経なさすぎだろ。ごめん。典型的な女投げなんだよな。腰を重心にして腕の振りで投げるの。ね、腕の振りで投げる。でも言ってること難しいんだけど。俺が教えてやろうか。え？いや、うん。俺が変わってやろうか。お前大変じゃん、親父の代わりまでするのさ。別に大変じゃないよ。あーごめん。お前頑張りすぎなんだよ。
あ。いいの？ああ、もうすぐ終わる。これ、何してんの？明日の準備。水の抵抗の調査は朝からあるんだ。気に入った？それ俺が作ったんだよ。かっこいいだろ。まあ本当に好きなんだね、船。で、何があったの？派手になるじゃん、昔から落ち込んでると特に。二十歳の頃、29って言うともうちゃんとした大人だと思ってた。もしかしたら子供とかいてお母さんになってるとか、仕事バリバリやってるとか。せっかくもらったチャンスも失敗して仕事干されたし、頭の中は空っぽなんだよね、きっと。私で、なんで無言？なんで落ち込んでんのかよく分かんなくて。は？1回や2回企画通んなかったぐらいで、船の設計なんてさ、何千本何万本って引いてやっと一本の線が決まったりするんだよ。そうかもしんないけど、29ってまだ29じゃん。来年30になっちゃうし。それは悩んでたって自動的になるんだから。なんで正論ばっか言うの？あ、理屈じゃないの。急にガールじゃなくなるの。29ってもう立派な大人でしょ。人間外見じゃないけど、じゃあ中身はちゃんとしてんのかって。豆腐とお粥が合うとか、そんなこと急に言われたって。そんなこと考えたこともないし。でも考えなきゃいけないの。分かった、落ち着けて。なんか食いに行くか。お腹減ってんじゃないし。結婚いいけど、俺、お前がいいならいいよ、結婚。あんたって、いや、今の何なの？もうプロポーズ。本気？結構。知らんない。どんだけ無神経なの、このシチュエーションで。私初めてのプロポーズだよ。俺だって初めてだよ。こんなんだから誕生日に圧力鍋なんだよ。いるだろ、焦げちゃったんだから。鍋の話したいんじゃないの。お前が最初に言ったんだろ。あー、もううるさい。あんたといても全然ときめけない。言えばいいのに、慰めてって。もっと素直になんなよ。私にはもうできないけど。ちょっと見てもらってもいいですか？真面目な話していい？怖い話ですか？私は結構好きだよ、あんたのその夢見がちなとことか。怖い話ですね。別に人生に目標なんかなくたっていいと思うし、やらなきゃいけないことなんてない。たださ、自分のことは見失わないようにしないと、傷つくのは自分だよ。
すみません、邪魔しちゃいました。まだ行ったの？どうしても今日中に片付けておきたくて。すぐ終わらせますから。せっかく抜擢してくださったのにすみません。私今回はアシスタントでいいです。え？私のデザイン今井さんに握りつぶされました。男の嫉妬ってこんなに怖いんだって初めて知りました。ちゃんと話を聞かせて。本当は私45なんです。10年前に性転換して元は男だったんです。とでも言えばまともに仕事をしてくださるんですか？そんなに怖いんですか？女に負けるのが。理不尽な人事に腐る気持ちは分かります。私だって今井さんの立場なら。気の毒にね。え？お宅の旦那家でもそうやってメンツ潰すようなこと平気でやってんだろうな。俺だったらそんな女房は無理ですね。うちの主人は結局のところ男が望むのは疲れて帰ってきたら笑顔で迎えてくれる女房なんだよ。旦那ほったらかして目つり上げて仕事して愛想つかされないように気をつけなよ。かかりゃしないんだから。うん、すいません。すいません、すっかり遊んでもらっちゃって。ひろきさん本当に子供好きよね。まあこの子ちゃんと奥さんらしいことしてるの。いつまでも仕事仕事ってね。早くおしわよね、自分の子供。聖子さんは今それどころじゃないですから。いいよ。よし、よし行こう。ひろき行くんだって。大丈夫なのかね、まったく。ひろきさん、いろいろ我慢してると思うわよ。あ、これこっちに届いてたわよ。子供産んで仕事辞めたら誰がローン払うの？女の子はいつでも自分らしさを求めてる。何者にも慣れていない自分を認めるのが怖い。自分らしさって何？
でありがとうございます。先に寝てて。今はそれどころじゃないの。この広い宇宙で私だけが迷子になんてなりたくない。そんな風に甘ったれる自分がまた嫌になる。いらっしゃい。お待たせ。あ、私生姜焼き、うん、あとおサラダも。あ、どうした。このままじゃダメなんだよね。いつまでもガールじゃさ、年相応の大人の女になんなきゃ。キラキラとか可愛いとか言ってても結局夢や霞だけじゃ生きていけないんだよね。それでなんか解決するわけ。大学の学園祭覚えてるか。みんなに推薦されてミスコン出て優勝候補とか言われてたけど普通に落ちたよな。清楚な方が好感度高いってアドバイスされてんのに、こびるのは違うってド派手な服着てドン引きされて。だからこうしてんじゃない。地に足つけて年相応の女でしょ。俺はそういうところが好きだったけどな。お前のいいところはさ、何があっても能天気で前向きで、で派手とか痛いとか言われても好きなもんは好きって言えちゃう、そういうところじゃん。お前らしくさ。私らしくじゃダメなんだよ。私らしくじゃん。もう私頑張れないよ。社内報を担当してるんですけど、新人インタビューのコーナー、次はぜひ和田さんにお願いしたいんです。あ、はい。あ、じゃあ今日仕事が終わったらでいいんで、駅前のどこかでお茶でもしながら。会議室でしたらお茶代浮くよ。それくらいうちで払います。自販機のコーヒーじゃんね。じゃあ出前取れば。角のジロあそこ迅速だよ。あそこのコーヒー焦げた味がするから。そんならスタバで買ってきてあげよっか。外に出た方が早いし。あの、受けていいんでしょうか、インタビュー。30分で戻ってきて。仕事は山ほどあるから。ああ、だったら別の日でいいです。お時間あるときにゆっくり。和田はずっと忙しい。今日済ませちゃって。30分厳守して。はい。ねえ、やっぱりさっきのそうだよね。超見え見えだった小坂さん。ほんとあれはマジ惚れだわ。
悲劇だよ。ゆかありえなくない？一回りもしたでしょ。ありえない、マジ受ける。一回り以上だよ。小坂さんかわいそう。一回りは違う、和田くんでしょ。かわいそうなのは確かにそうだよね。でしょ、私が小坂さんだったら絶対無理できない。起こしちゃった。ねえゆうくん、このゆうくんにさ、お母さんがバットとグローブ買ってあげるね。お母さんとキャッチボールしようか。お母さんできるの？お母さんは何だってできるんだから。何？お父さんとキャッチボールしたい？やっぱり会いたいんじゃないですか？ちょっと、子供って結構気使ってるしね。あんたが気を使いなさい。イケメン君に嫌われるよ。は？別にそんな気ないし。好きなら飛び込めばいいのに。泊まりなんて大したことないでしょ。好きじゃないってば。人にはいろいろ言うくせに自分のことは全然わかんないんだよ。どういう意味？すっごい感じ悪い。先に感じ悪くしたのそっちでしょ。女が一人で子供を育てていくのは大変なんだから。大変かどうかはやってみなきゃ分かんないよ。聖子はどうして子供欲しくないの？子供産んだら人生終わりだって思ってる？そうじゃないけど、やっぱり仕事もあるし。子供産んだって仕事はできるよ。その発想変えないと何も変わんないんじゃないの？何を変えるの？私の人生は私の自由ですよね。聖子だけの人生じゃないよね。結婚してんだから。また旦那さん？うん、地方にね、転勤が決まったんだって。行く前に雄平に会いたいって。お座り、お座り、やーだめ、どうしてやろう、やーだ、どうだい、どうだい。もっと頼っていいんじゃない？ご主人にっていうより、貴子さん親にも会社にも私たちにも頼らないから。そんなに頑張らなくていいのに。うん、頑張らなくていい。どうして？シングルマザーは周りに助けられなきゃいけないの？私って社会的弱者ってこと？それって私が間違っちゃったってこと？頑張らせてよ。頑張るって決めたんだよ私。
でこうこんがらがるんですかね。30過ぎると難しくなるな。せめてユキコには夢見ててほしいね。ちゃん、あれ取って。あれ。聖子さん、あんたに言ってんでしょ。来なきゃよかった。教授の顔も見たし、もう帰る？結婚は予定もないの？まだまだ、今は仕事に生きてるっていうか子供は早めに産んだ方がいいよ。体力勝負だし。女の幸せはやっぱり子供だよ。私も子供産んでようやく本当の人生歩き出したって感じ。なんてね。はあ、明日からブルーになりそう。いいな、ユキコも聖子さんも自由なんだもん。バリバリ働いて男の人と張り合って、こっちは狭い世界で家事と育児だけ。焦っちゃう。お母さん、ありがとうございました。じゃあまた。私たちもブルーだよ。自由なんて不自由なことばっかだし、先も見えないし、焦ってんのはこっち。毎日息が苦しい。きっとみんなそう。人生の半分はブルーだよ。女はつくづく生きにくい。男の人生は足し算だけど、女の人生は引き算だから。人生の選択肢が増えて、かえって不自由になった。何を選んでも違う道があったのではと思ってしまう。ユキコ、はい、頑張ろっか。
それでも道は自分で歩かなきゃいけない。あれ、あの子おみすんとこの子じゃないの？デザインはこれで行こう。今井さんには私から話すから。もういいです。今度の仕事は勉強になるし、諦めたらもったいないよ。まずはぶつけてみよう。それでダメなら諦めもつくから。デザインはもう今井さんが決めたし、あとは全体会議で承認されるだけだって。全体会議？今井さんから聞いてないんですか？先方は課長クラスも出席するって。あいつ。いやー、安西君消えたよ。ファッションショーだって？いいアイデアじゃないか、お客様にモデルをしていただくっての。その話はね、うちの娘にしたら。モデルをやってみたいんだって。いいね。いいですね。女子のお祭り、私好きよ。え？私だって本当は分かってるのよ、もう女子じゃないって。でもせっかく女に生まれてきたんだから楽しみたいじゃない。どんな時でも私は女でいたい。先輩、珍しく定時退社ですか？うん、知り合いのカメラマンが個展開いててね。俺は合コンと見たな。久しぶりだな、小坂。個展です。うん、行くよ。はい、ボール最後までよく見て。ボールよく見なきゃ。肘を使うの。手首柔らかく。いくよ。いい？いくよ。見る。ちゃんとボール見る。早く早く。はい。ボールよく見なきゃ。見てる？ボール構えてないよ。全然構えて。はい、疲れた。どうしたの？どっかぶつけた？ボールが見えない。明日はさ、もっと早く帰ってくるからね。どうして？キャッチボール嫌いになっちゃった？違う、母さん頑張りすぎて泥だらけなんだもん。
しました。今月は合コン何回目ですか？今月っていうか3年ぶりくらいですけど。僕合コン依存症なんです。毎週しないとなんか焦ってそわそわしてくるんですよね。同期に精神科医がいてそう診断されちゃったんです。ワインです。ワイン4種類。4種しか飲まないですか？4種類本当に10種類ぐらいかな。タクシー来たよ。小坂さん、二次会行かないんですか？小坂さん。ここのホテルのラウンジ好きなの。何やってるんですか？小坂さん。ここあるねんよ。一軒家。一落ち着いて。何忘れたの？いや、してるじゃん。これじゃなくて予備のバッグの他のがないの。開けてよ。付き合ってよ。なくなっちゃった。どうしたんですか？あなたはジンギスカンに行ったんです。先輩たちに二次会で連れてきてもらって一緒にどうですか？バカ、デートの邪魔になっちゃうだろ。こんばんは、お知り合い。混んでるからよそに行こうかな。来週会社で。
合コン依存症。私が診断してあげる。あんたは逃げている。30歳を過ぎると単純に好きなだけじゃ無理になる。結婚を考えると打算的になるし、だけど今の自分の状況を変えることにも臆病になる。そういうのから逃げて合コン依存症になる。現実逃避ですね。そうね。ところでピアスは？勘違いだった。本当に勘違いなの？本当は本気になってたんじゃないの？一回りも下の男なんてディスプレイの食品サンプルみたいなもんですよ。見てるだけで手は出せない。ゆうへいの意地っ張りは誰に似たんだろう。たった一度の浮気が許せなくて、それって私のわがままだったのかな。今まで何してたの。ほんと嫌になる。もしもし。ごめんね、何度も電話もらってたのに。出発は明日だよね。ううん、気持ちは変わらない。女の人生は半分がピンクで半分はブルー。ブルーと向き合わなきゃきっと人生は輝かない。
ほら、それ偉そうで嫌だったんじゃなかったっけ。ヒロ君。うん。いろいろあるだろうけど、今日だけ私を応援してて。ぶっ潰してやるから。女には絶対引いてはいけない時がある。ここで負けたら選んだ道を一生疑いながら生きることになる。最後は捨て身で勝負する。それが女の戦い方。都心部からも多くの集客を目標としています。そのため懸案だったアクセスの件ですが、東側の森を切り開き駐車場を大きくするプランに変更いたします。ここまでで何かご質問はありますか。はい、はい、後期に遅れは出ないですか。伐採は先行しますので問題はありません。課長、初参加ですが何かあれば。一つ、この変更された裏山の伐採費用についてです。ああ、それ調整済みです。北村から報告言ってるでしょう。北村。どうもすいません。武田は今日が初めてで。失礼しました。では、この各種許可の件ですが。それも協議済み。課長、しっかりしてくださいよ。連絡の不行き届き、返すすみません。ほら、課長もお詫びして。ご安心ください、私が全て把握してますので。次の報告ですが、地元のバス会社との協議で。そういうこと。運行ルートを新しく開通してもらうことで話を進めています。すまない、うちの娘は来れなくなった。マキマキ、何かあったの。彼氏ができたって。は、昨日喧嘩になったそうだ。かわいそうに。あいつには本当にがっかりして。はあ、まあ一人ぐらいかけたところで。最後は全員ステージで並ぶんです。ブランド数が合いません。販売部が黙ってませんよ。大至急モデル集めます。あと20分で始まります。仕方ない、誰か社の人間にやらせよう。リハーサルをやってない動きのわからない人間には無理です。だからプロに頼めと言ったんです。
安西さんがやればいいじゃないですか。何言ってるんですか、ふざけないでください。無理に決まってます、できません。どうして、うん、うん、何どうしたの。マキマキどうしよう、舞台に穴が開いちゃう、安西さんしかいないのに。舞台に穴開けんのか安西君。はあ。で最後にデザインですが、本日方針を決めさせていただきたいと思っております。デザインについては修正案を提出いたします。おい、何言ってるんだ、根回し終わってるんだ。北村が代わってご説明いたします。再開発のシンボルとなるホールのコンセプトは地域と共に生きるです。これをもとに住民の皆様の生活に合わせたデザインにいたしました。手間のかかりそうな細工ですね。コストは大丈夫ですか。芸術は金がかかるよ。安西さんはもっとロングの方が似合うのよね。女はやっぱりゴージャスな感じじゃないと。やめてこんなの。竹川さん思い切っちゃってね。はい。ほら美人、前髪上げないで。衣装持ってきました。おー素敵。素敵ですよね。冗談でしょ。似合うわよ。似合いますよね。はい、かわいい。おしゃれを楽しめる女ばかりじゃないの。お願いだからあなたが出て、あなたの仕事は私がやるから。でも私じゃ恥をかくだけ。そんなことない。そんなことありません。母親がよく言ってました。女の子はみんないつもいくつになってもお姫様だって。今時おとぎ話なんて嘘だって小学生も知ってるけど、でもなんかずっと信じちゃったんです。キラキラした服を着ておしゃれをすると本当に楽しくて、いろいろ勇気をもらえたんです。百貨店に服を買いに来るお客様はみんな自分の味方を探しに来るんだと思います。売ってる安西さんが服の魔法を信じてください。足を進めて、こちらはホワイエです。託児所とデイサービスエリアは大きく取りました。あのホールの横にある音楽室は何ですか。はい、隣接する藤川第二中学は吹奏楽が盛んで全国大会の常連校です。ですが校舎が老朽化して練習する場所がないんです。今は地域住民の支えで週に3日は公民館で、その他の日は川辺で練習しています。このプロジェクトが生徒たちの頑張りを支える地域のシンボルになってほしいと考え、
音楽室を提案させていただきました。休憩室の中にあるマッサージ機は何ですか？はい、無料マッサージ機の設置を検討しています。利用が多ければ台数を増やしたいと思っています。健康ランドみたいだな。デイサービスと健康ランドじゃじいさんばあさんのたまり場になるんじゃないか？それでいいと思うんです。町が完成する6年後、この地域の3分の1の住民が65歳以上の高齢者となります。その方々はその後も地域で暮らしていたいと口を揃えておっしゃっています。聞いてきたように言うね。北村は何度も現地に通い、地域の皆様と交流活動を続けています。一部ですがアンケートをお持ちしました。人々は町の再開発事業に注目しています。地域に愛されることが町に大きな価値を生む。住民の目で設計図を読んでいただければその価値に気づかれると確信しております。今井君、こんな案があったんならもっと早く出してくれよ。そのアンケートも読ませていただきたいね。白と黒のプリントドレスをお送りするのはモノクローム。ピンクのドレスはビジュ。最特急シルクのドレス賞を与えます。モデルは伊沢真理さんです。ターコイズブルーのデザインドレスは余計なものを一切排除したシンプルな配色はかえってあなたの個性を際立たせます。モデルは佐藤彩さんです。肩にかかる大きなスリルがプリンセス気分を盛り上げます。モデルは小野エリカさんです。クラシックなシフォンドレスは優秀に手作業で一重にも重ねた2つのシフォンが新たな特別な女性にします。モデルは長谷川レイさんです。クラシックなシャツドレスはアップリティ。最上級シルクのドレスを身にまとえば自信がつき、来年から自然と輝きがあふれ出します。モデルは今度誠さんです。モノトーンのシャツドレスは純青山。それぞれフロントスクリーンとは裏腹にセクシーなバックスタイルはあなたの愛が続く2つの魅力を表現します。モデルは山本奈々さんです。沢山さんは来週から私と一緒に地元団体に挨拶に行きましょう。持っていけよ。どうせ俺は外されんだろ。女は怒らせると怖いからな。いいか、お前らも気をつけろよ。佐々木頼む。この前に、うん、今井さん、ゲームしない？コイントスで表か裏か、負けた方が会社を辞める。何言ってんだ。選ばせてあげる。表裏。
下す感じで。きっと大丈夫だから。魔法を信じて。何の冗談だ。冗談じゃないの。早く決めてよ。決めなさいよ、男なら。ザヤラ！決められないの？女と仕事するのが嫌なら土俵の上で暮らしなさい。どこに行っても女はいるから。女房でも部下でもホステスでもない、女がね。そして私は突然理解した。女はみんなガールだ。すみません、これなんですけど、このカッコがついている商品はどこにあるんですか？木下さん、
和田君に教えてあげて。マンツーマンはもう卒業。これからみんなに聞いて。見せて。すみません、これなんですけど。これ新しい商品だから下の倉庫にあるの。案内するね。すみません。大人の服を着て、大人の顔で生きていても、はい、はい、ナイスキャッチ、はい、持ち慣れない武器をかざして勇敢に頑張っていても、みんなみんな心の中には女の子がいる。みんな愛おしいガールたちだ。飲んでるな。正直に言ってよ。ん？奥さんの方がお給料高いって嫌？本当は子供欲しい？こんな奥さん嫌になってない？正直に言っていい？全然嫌じゃない。でも一つだけ、笑って。聖子の笑顔が好きだから。お疲れ様です。お疲れ。どうしたの？ちょっと残業で。そう。あの小坂さん、飯まだなら一緒にどうですか？ちょっと待ってて。
お前さんに謝りたいそうだ。まあ俺からしてみりゃ30代は若気みたい。木原部長は謝ってくれないんですか？俺も？当たり前でしょ。男を立てないこっちが悪いみたいな言い方して。申し訳ありませんでした。この間はごめん。そうたの言ってた通りだった。そう思った。ごめん。私頑張ってみる。私なんか分かった。休みだけじゃダメだって分かった。可愛いもキラキラも好きだけど、だけどなんていうか、これからの私は。あのさ、あらへんない？え？ちょっと私今大事な話してるよね。またここ？ごゆっくり。俺なりによく考えてみた。女をやるのは大変そうで、お前の好きなものは半分くらい分かんないけど、でも頑張ってるお前はかっこいいって思ってる。遅くなったけど、もしこれでよかったら誕生日のプレゼント。ねえ、ん？プロポーズあれ本気？ああ、まああんなんじゃダメだから。ちゃんと考え直してやり直しだから。また古い映画で誰かが言ってた。おとぎ話は嘘じゃなくて心のギフト。立場が違っても女同士は合わせ鏡。
結婚してもしなくても、子供がいてもいなくても、女の人生は半分がブルーで半分はピンク。恋も仕事も育児もおしゃれも、明日世界が終わるとしても、女は全てに愛を注ぐ。恐れるものは何もない。100回生まれ変わったって100回とも女がいい。キラキラ光る思い出たち、涙の日もあったよね。大人になっても同じようにずっと二人で笑い合っていよう。それぞれの道を